えてください。ただいま帰ってきた。今日もお疲れです。みんなはそんな疲れてないかしら。なんか集めで株買ったんだけど95ベルで買って、もう今日までに売らないといけなかったから43ベルでした。損しました。私だいぶやらかした。ありがとう。だいぶ疲れた。今日はゆっくり過ごす。本当？いいな。眠すぎてやばい。眠さが大ビーク。株損するわそもそも。もうでもちょっと株頑張る。やばい、お金なる気がもう2本もなってて最高。この時間に家いるの久しぶりかも。うん、今日久しぶり。今日は結構早めに帰ってきたから。早く帰ってこれたよ。95フェルがそもそも高い。いやー高くなるかなって思って。やばい、お金なる気が3本もある。最高だね。お昼ご飯はお弁当を食べました。ハンバーグお弁当を食べたけど、これいつも言うけど私お弁当に入ってるお米がなんかそんななんか全部食べれなくて、ちょっと冷たいから。でもこういうなんかこういう生活してたら基本お弁当が出るってなったら極力痩せていくはずなの。そうけど今日はねカフェラテ系、スタバのスイートミルクコーヒーとアーモンドミルクラテを飲んだのでカフェインを2回取りましたね。あと朝はクロワッサン食べました。そっか、差し入れのドーナツもいただきました。間食が多いかもこの期間はガチで。夜はねお弁当もらったからそれ持って帰ってきたから食べようかなって今思ってるけど、食べようかなって思ってるところです今。ちょっと早起きってパン屋さん行ったら美味しいクロワッサン食べて、なんかレーズンパン、ラムレーズンパン買ったんだけどクリーム入ってる。でもそれがねクリームチーズって書いてあって、私クリームチーズあんま食べれないのよ。まあ食べてみるけど、ラムレーズン好きなんだよね。え、みんなラムレーズン好きですか？そう、今日はありがたいことに差し入れがあったので、やらかした。1000円だけしか入れてなかった。やらかしたわ。なんか、ラムレーズン美味しいよね。私ラムレーズン大好き。わかる、あの北海道のそのレーズンサンドあるじゃん、バターサンドか。そう、六花亭だ。クリームチーズってどんなんか食べれるか。でもいや食べれると思う。スタバ2回飲んだわ今日。でも本当に私分かったことがある、マジで。カフェイン取って踊ると本当に顔が真っ赤になる。だから取るのやめた方がいいんだろうな。
マジで真っ赤になる。ここら辺がなんか血がなんかね、血っていうのがなんかでも自分で分かんだよね、なんか赤熱いみたいになる。いやかな、私だけこれ。でももう疲れ果てて寝たいなって今日思ってるけど、まだ寝るの、まだ寝るのっていうか、ご飯食べて寝るか、もうそのまま寝てみるか。じゃあ聞いて、皮膚科に行きたかったんですよ。明日日曜日だから休みやんと思って皮膚科行けなかった。だからスーパーには行きたいけど、早く皮膚科行こうと思ったのに。そう、でも本当に久しぶりにちょっとゆっくり寝れるから、私は睡眠大丈夫なので寝ます。でも洗濯もちょっといっぱいだし、やばい、マジ山積みだから片付けてしようかな。松森もだって1週間ぶりくらいになる。株買って1週間経つから明日で1週間触ってなかったスイッチ。やるかしてるよね。よし、今から蜂と戦います。家具が欲しくて毎日やるようにしてたんだけど、ちょっとこの期間忙しくて刺された。刺された。蜂捕まえるの苦手なんだよね。むずくない？木揺すったらたまに家具落ちてくるから、またここが木いっぱい入ってきた。なんか町っていうの、島を作らないから、あんまり木がいっぱい生えてくる。来た、角落ちてきた。花輪ってなんだろう。まあ、ただもう住民の家に逃げます。やばい、でも住民の家がいない。全然いたやばい、刺された2回目刺された。気絶。あ、そう、メール送りました。めっちゃいい写真じゃない？薬作ります。今日撮ってみた。でもノーマルカメラ撮ったから、しかも広角だから自分めっちゃ伸びてる。あ、間違えた。薬飲んで回復します。ほんと毎日リハしててさ、なんか寂しくなる。
そんなお金が回収されてたどっかに。ショックすぎるんだが。バグって、お金がジャガイモの中に入っていたんですけど。やばくない？びっくりした。飛んでた。じゃがいもの中に溶け込んでったわ。1万円。1万円でかいよ。やばい、今結構金持ち。顕微鏡は落ちてきた。久しくやってなかったからさ。貯金ないよ。私貯金しないから。動物の森に関して貯金してメリットってあるの？やばい、また蜂の巣だよ。貯金400万。集まりで貯金してどうすんの？どうすんの？すぐ使おうよ。ああ、そういうこと？なるほどね。大人だねみんな。私だって多分集まりのやり方小学校の時から変わってない。お弁当食べようかな。シューマイだった今日お弁当。シューマイとあれ、塚田農場のチキン南蛮があって、シューマイにしてみた。塚田農場にシューマイあるんだと思って。塚田農場のシューマイです。眠い。でも毎日頭をぼーっとしてた、ここ数日間くらい。なった。顕微鏡か、双眼鏡じゃないのか。顕微鏡はいらないな。早く寝る。お風呂早く入って寝よう。今日はトワ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 。
ニーの島に行きます。なくなるわ。お腹空いてるかも。マジでハードだった。ここ数日睡眠時間が足りなくてずっと頭毎日ぼーっとしてたけど、今日寝れるって考えたらもう幸せ幸せ。来週はちょっと空いたら皮膚科に行こうかな。あと松葉に行こうか迷うけど、でもずっと上がってるよね結構。いやでも行こうかな。まだいいかな。美容室だけ予約しようかなと思って。本当上がってる？足がまだズキズキしますか？私足ズキズキするって言ってたっけ？足はズキズキしないけど口入れがずっとズキズキしてる。ね、来週コンサートってほんと信じられない。すごい、結構お店をね、ファニーの島っていうところでお店オープンしたから、かわいい。これリメイクできるなってお金いっぱい貯めたから。家具が集まらん全然。てか私は予定でもあるんですけど、来週くらいにここのピアスを開けようと思いまして、ここですね、この辺。でもちょっと怖いのでどうしようかなと思ってるんですけど、ちょっと開けようと思ってます。でもちなみにね、ここもいつも3つ開いてたんですけど、いつもここ閉じちゃうんですよ。もう一回開け直そうかな。埋まったとこはこっちなのよ、左左なんです。開かないかな、開かないか、開くわけないか。触ったら開けちゃった。そう、左開けててもともと。右に開けたい。触ったら開かなくなっちゃった。トマトと人参を持ってるし、
つけたいピアスは特にないけど、開けたい。よし、もう一個お金払ってオープンさせました。いやでもね、開けるのにやっぱ勇気がいるから、ちょっと今ドキドキなのよ。開けたいがメインなんです。よし、島に帰ります。自分でも今日もリハしてて、やっぱエイトってめちゃくちゃいいなって思って、なんかエイトってみんな何でもできるじゃんみたいになってた。マジですごい。シュウマイってどうなんだろう、食べていいもんなんかな。うわ、ココス来た。今日ハンバーグ食べたけど、やっぱココスとかあったかいとこ、あったかいのが食べたい。いや、そう、なんかツアーとかイベントとかもやってるし、ポテンシャルが高い。なんかなんだろう、一体感がある。エイトってめちゃくちゃ、だなって今日思った。お腹めっちゃ鳴るやん。ねえ、8のさ、そのくじみたいなやつって青チェックの衣装のやつ、なんか何が行われてるか全然わからなくて、私たちが。青チェックとあっちの巣、もう乗せていいのかな、わかんないんだよね。なんかオフショットとか撮ったけど、なんか乗せていいのかわかんなくて。あっちの巣か。オフショットないのかな。そうだね、セルフ生写真もこの、これが最後ですので、もう本当に全部が最後になってくるから、ぜひゲットしてください。もうつもり終わろうかな、することない。野菜だけ拾って、水まこ、生写真もよろしくお願い
やばい、かぼちゃがなってる。いっぱいなっちゃった。いや本当だよ、もうあと1ヶ月だよ、もう1ヶ月と8日だよ、もう。みんな1ヶ月にしたいね。あー、生誕祭はね、頭5月頭かもっていう話は聞いてるけど、ちょっと待ってよ。ゴールデンウィーク中かな多分。チャチャマルが部屋に遊びに来た。多分ね、分かんない、変わるかもしれないけど、5月頭ゴールデンウィーク中の可能性あり。まだ仮だけどってことをお伝えします。忙しいよ。わかんないけど、なんかすごいさ、コンサートだから頑張んないとってやる気はあるんだけど、体力が本当に追いついてくれなくて。そう、でも今日エイトのやつやったら、もうこの前の AKB の方のコンサート忘れちゃったもん。お母さんに LINE しよう。ちょっと昔もさ、3公演くらいやってたじゃん。なんか結構その時も体力きつかったから、ねえ、ちゃちゃまるがお家に来てさ帰れない。いや、トヨスピットとか4公演中2公演しか出てないから、え、まだ楽かも、そっちの方が。ちちゃまるが本読み出したよ。でよ、しかもちちゃまるからゆうきちって呼ばれてるの私。ゆうなじゃなくて。
可愛くない、ゆきちって呼ばれてる。サマラが勝手に決めたの呼び名。なんか耳赤い、触ったらなんかピアス開けたらずっと赤いと思う。ここやめた方がいいかな、コンサート終わってからにしようかな。かぼちゃの種類めっちゃあるねこれ。これできるみんな。やっといけたかも。いや、なんかゆっくり考えたらできるけどな。試したことないけど多分無理、結構むずい。眉毛が暗いね。森の野菜の種類ってどんだけあるんだろう、調べよう。5種類しかないんだ、少な。いちごとかも作ってほしい。文句じゃないですよ。じゃあこんなに畑の面積いらなかったわ、今思えば。作りすぎた。眠い、こうなる。虫は80種類。そうなんだ。いや、いちごとかも欲しい。かぼちゃの種類はだってかぼちゃの種類でなんか4種類あるけど、別にかぼちゃってそんなにいらなくない？意外と私がレシピ覚えてないから作れるものがない。
飯作って飾ってカフェみたいにするさ。今日おもろかったのがさ、セリカが横にいてで普通にリハ中にあくびしてほわーって横見たらセリカもあくびしてた同じタイミングで、しかも同じタイミングで横見た、ふわーみたいになって目合っちゃっためっちゃおもろない。マジで一緒のタイミングでほわーって言って横向いて、よし、もう熱盛することない気がする。終わろう今日は。あくびってめっちゃ映るよ、このメンバーとかといるとマジで、あ、めっちゃ映るんだって感じる。なんか卒業生と会うのちょっと緊張するんだよね、みんな言ってる。でもちょっと緊張する、久しぶりだし、さすがに。誰が来るかは知ってる、それはね。でもそれはあんまり言えないんで。今日の差し入れのドーナツの写真ツイッターに載せるかインスタのストーリー載せるか迷うんだけど、どっちがいいかな。ストーリー、ツイッター、なんでストーリーでもいいんだ、意外と。でも大西との写真なんだよね。なんか私も湯浅さんからの感想欲しいのに湯浅さんがリプしてくれないから嫌われてるんだろうなって思っちゃうネガティブだってさ、全然さ、なんか好きなメンバーにしか送んないんだろうなってあるよ絶対、これ分かりやすいじゃん、分かりやすいって絶対絶対好きなメンバーにしか送ってないよこれ。だって一人ずつこんな立ってるのに、いや、いいんです、いいんです。
や私も胃に寄りついてほしい。私もね、いやいいんです。いやもちろん推し麺とかあるだろうから、ちょっと載せようかな。でもなんかな、写真のツイッターそういうのがいいかな。今あんま漏れてないんだよね。可愛いドーナツもらったって。やばい、わかった。可愛いよね。コンサートまで残り何日？チーム8。コンサートまで残り8日？カウントダウンしようかな毎日。もう私もう泣く自信しかない。もう今ですら泣きそう。やばいよ、もう来週だよ。載せました。眠いけど風呂入らないと。シューマイ食べていいと思う？シューマイっていいのかな。じゃあお弁当を温めて食べてお風呂入って寝よう。シューマイはもう何デブ？でもお弁当もったいないよ、捨てるの。もう少し配信見てた。じゃあシューマイ温めようかな。ご飯食べるとこ配信していい？ね、私ブランパンさ買ったのにめっちゃ潰しちゃった。見てめっちゃ潰れてる、ぺたんこ。明日食べよう。絶対美味しいよね。ほらなんか丸み豚だって、丸み豚だった。4個くらい。私さこの高菜明太が大好き、塚田農場の。絶対美味しいよね。ちょっとからしとソースだけ出しとこうかな。一応なんかチキン南蛮にしようと思ったんだけど、私別に南蛮好きじゃないの。タルタルが別に好きじゃないから、なんか別にシューマイでもいいやと思って。
なんかみんなは多分チキン南蛮が好きだろうけど、サブ、今日寒いよね。私さ、普通に半袖、この半袖とこのなんかカーディガンで行った時、寒すぎて帰りこんな寒いって言って帰ってきた。寒かった。明日も寒いのかな。え、寒かった。さすがに。でも音から熱くなるからもうちょっと温めてもいいや。そう、なんか私さ、読売ランドに前行ったので、やばい、製造日より1ヶ月以内を目安にお召し上がりくださいって書いてあるから、そのこれ12月くらいに行ったから、4ヶ月経っちゃったわ。 UFO のなんか自分で作るやつ、やばい、やらかした。もう食えないかな。愛が、相沢愛が書いてくれた、私は私を可愛がるって。でもカップ麺だからさ、半年は持つでしょ。誰にも理解されない、分かってほしいなんて思わない、寂しさや孤独が募る。懐かしいね、4キッズ。心臓を温めてほしい、ね、4キッズ。懐かしい。私めっちゃなんかこの時いやなんか懐かしい。なんかもう、あ、なんかさ、記憶が蘇らない。歌とかあって、歌ってすごいと思う。歌と顔、匂いって結構記憶を思い出させてくれるんだよ。なんてない。いや、私ネオンキッズで結構歌より上手くなったと思うんだけど、自分で言わない方がいいかな、これ。いや、ソロパート多かったな。私本当になんかソロ好きじゃなくて、極力逃げてきたんだけど、やっぱ舞台は逃れられなかった。いや、すごい曲がかかってる。心臓を温めてほしい。よーし、シューマイ食べよっと。ちょっと時間遅いけど、もうどっちに、いや、私なんかその最初ね、そのあやねちゃんと私、りんちゃんはさ、もともと前出てたから、私とあやねちゃんがその下尾が前やってた役か、小田さんがやってた役、どっちかになるみたいな聞いてて、なんか個人的に私がみゆの方だと思ってたの。だからあやねちゃんがやってた方って思ってたんだけど、勝手にね、違ったみたい。私ここに出せばよかった。ねえ、トランペット吹いたわ。そういえばちょっとネオンキッズ見たいもんね、今ちょっと見たい。いただきます。そんなあなたに DVD で、私ですよ、そんな私に DVD ですよね。そう、ミオンキッズの DVD が発売されるんですわ。おっくりさんもやからさ、
ね、あのレースクイーンほぼ裸みたいなもんよ。ちなみに、ちなみに言うけど、だって布これよりも薄いからね。嘘、私登場シーンがいっちゃん苦手だったよ。いっちゃん苦手だった、あの登場シーン。もう一番そこが苦手だった。極力あんまりご飯は食べないようにしたいが、シューマイなんて絶対美味しいからご飯食べたくなるよね。いや、なんかフィッティングの時も、え、ゆうなちゃんこんなのなのみたいになってて、え、私もあれみたいな、こんなのなんですか。コンパニオンって私あんまりイメージついてなくて、うん、セリフやばいよね、覚えてる。もうやってらんない、こんな仕事やめてやるよ。今朝コンパニオンの職場に行くと、部長と不倫してるんだろってメモがロッカーに貼ってあった。部下の女社員たちがこっちを見て笑ってやがる。ああ、そうですよ、部長といましたけど、部長といましたけど、うん、猫覚えねんねん。部長と寝ましたけど、忘れちゃった。いや、忘れちゃった、忘れてるやん、意外と忘れちゃう。純米、え、でもあれ覚えてるよ、キスバイ1年前やけど、多分あの彦星じゃない方、ダメ女の方。台本はね、全部実家に置いてるよ。だから立ち位置表とかもわりかし全部実家に置いてるかな。でも、しずくの立ち位置表とかも実家送ろうかなって思ってきた。なんなら K の立ち位置表ももう実家置けるね。木材あんのかな、5月。なんかナチュラルにね、卵焼き美味しかった。気づいたらもう食べちゃってたわ。なんかさ、ダメ女役ハマニ役ってめっちゃ言われてたのよ。なんでだろう、そんな私ダメ女に見える？見えるな、ごめん、見えるわ。でもあんなさ、なんかダメ女やってネオンキッズであんな性格悪い女やってさ、でもそう考えたら結構振り幅広くない？私のお芝居のできてたかは置いといて、え、すごいよね、そう考えたら。でもネオンキッズの時はなんか日に日に良くなってるねって言われて、え、なんかあった？でみんなにいじられる、いじられてました。うん、なんかあったっけ。いや、いい現場よ、そんだけ、それだけでもう、もうあったかい現場ってわかるでしょ。でもなんか
みんなに気使わせないように一人で非常階段の方行って外眺めてお弁当食べてる時とかもありました。いや私一人好きじゃないのよ普段。一人でご飯食べるとか別に好きじゃないけど、一人で外の非常階段で外見ながらいや人にとってはさ笑い話にするなよみたいな人も絶対いるんだろうけど、なんかもうそうしないとなんか周りに申し訳ない。うん、なんか私がこう言ってたらもちろんね、もちろんこうなってる時があったんだけど、ずっとそれだと周りも気使っちゃうだろうから、それなりに態度にもなんか改め、なんか難しいと思う。なんかあったけど、なんかいろいろいい方向に、いい方向っていうかに見せれるようにはしてますけど、伝わるこれ、行動で示すようにもしてます。そうなんだよね、舞台にすごいリンクするって言われて、やってるこっち側としても結構気まずかったです。でもしんどいのは私だけじゃないんで、ファンの方もショールームのコメント欄もすごかったよね、あの時すごかったな。なんでさ、なんでその日にしようと思ったんだろうね。私もさすがにやめるって言えばよかったのに。いや負けたくなかったんだと思うよ自分的に。そうだ、その時足もやってたんだ。いやなんか、いや本当に嫌なことって結構続くなってよく言うじゃないですか。本当にそうで、なんかうん、こういうこともあって体も痛めて、でなんか家庭環境もちょっとあんま良くなくんですよその時。うん、口でもう人生嫌ってなったその時。小籠包美味しそう。
からみんなも一個嫌なことあったら続くと思うから気を使ってね。もうゼリーしか食べれない日あったもん。そりゃあるさ。申し訳なさ、もう何もかもに関して。最悪舞台出ないっていう選択肢だってあったわけだからね。結構きれいに食べた。でもご飯は半分しか食べない。でも舞台だからありがたいことに差し入れいただけるし、そんなに動くからそれでなんとか。なんかさ、私ドーナツ差し入れ、まあ、この話は卒業してからにしましょう。いったね。うん、卒業してからにしましょう。うん、で私なんか今ドーナツ食べましたって載せたじゃないですか、 ツイッターに。なんか引用リツイートよく見るんですけど、関西エイト推しの人が誰って載せてるんですけど、大西に見えないのかな、この写真。私のこと誰って載せてる。大西に見えないこの写真。この写真誰ってことかな。あ、ドーナツのキャラ。それだったら何のキャラクターにして言わない。本当？大西さんに見えない。でもタグ付けしたよ。からし辛シューマイ普通に4個も食べちゃったよ。え、もうなんか七瀬がさ、七瀬と最近よく喋ってるんだけど、よくってかいつもがなんかあやちゃんがさ、もう今日絶対ラーメン食べようとか言ってくるの。もう誘惑に負けそうになる。いや別に負けてもいいよ。でもその分今日スタバ飲んでたから。でもコンサート前に一回家系ラーメン食べたいな。でもちょっと早い時間か、その日あんま食べてないって日に食べる。飲み越える虫。誘われたら断れないから。みんなこの期間忙しくてあんま誘ってくれないからよかったんだけど、逆にね。なあちゃんめっちゃ食べる普段から。あと本当に言うならば食べ方が綺麗。食べました。美味しかった。と化粧品が届いたので開封しようと思います。
リップか。ちょっと期待したもん。私多分リップが合ってないのか分かんないけど、めっちゃ痒くて、もう唇一体痛いなのよ。ピンクのリップと、これもピンクかな。最近リップ買いすぎでも。くすみピンク系合ってないんかな。このリップをちょっと買い直しました。喉が鳴りました。ゲップじゃないよ。カラコンを3つ買いました。そんな毎日つけないのに3つも買ってみた。これはいつもつけてるハニーアンバー、黄色っぽいやつ。これは初めて買った気がする。お、かわいい。ちょっと薄い茶色、グレーかな。あんまり大きくなんのかな、ちょっとだけ。いやもうさ、もう少しで AKB 人生も終わりだから、ちょっと可愛くいたいわけよ。これ開けにくいんだよね、いつも思うけど。私あんまり大きくすると目がちっちゃいんで、そんな合わなくて、色変えるくらいかな。これはもうがっつり結構黄色い。これはでも私めっちゃ金髪の時によくはめてます。でもう一つが、ここは初めて買ってみたんだけど、どうだろうな、結構ごついカラコン買ってみちゃったかもしれない。あーやばいかも、しくった。私かい、でかすぎる。これ見て、やばい。黒縁買ってみたけど、うわ絶対似合わない。私これやっちゃったかも。なんかいやー、黒縁似合うかな。でも可愛かったんだよね、つけてる人が。つけてる人が可愛かっただけで、自分に似合うかどうかなんて分かんないよね。はあ、やらかし人生。やらかし人生よ、これ。こういう時こそやらかし人生。ということで、カラコンを収納していきたいと思います。いや、つけたいつけたいけど、いや、しかも、こっち量多いわ。こっち量多いわ。もっと目でかくなりたい。もうちょっと。今度はめてみるね。一回コンサート前にはめてみたい。カラコンこういう、なんかこういうのにしまってる。そう、なんか倍ある。でもさ、本当にさ、目悪くならないのすごいと思うんだよね、自分で。そう、マジで目は悪くならない。ちょっと悪くなったと思うけど、本当ちょっと。あ、あのね、お菓子なんですけど、これめっちゃ美味しい、とろ生キャラメル。めっちゃ美味しいから、先食べてみてください。めっちゃ美味しい、これ。携帯拭きます。ねえ、携帯ケース頼んだのにさ、中旬発送だったのになんか遅れてさ、末になったんだけど。末になったんですけど。楽しみにしてたのに。
21から早くしてもなんか入荷がね遅くなったんだって入荷が遅くなったんだって。でも友達はね、私は ZOZO で頼んだの、友達はその公式サイトで頼んだらもう来たって言って、やらかした、公式サイトで頼めばよかったっていう。っていうね。そう。このかけるやつ、こうやって。あったんですけど。なんか顔シュッとなってる、あんまりなってない、向かい、前に比べたらちょっとシュッとなった。キャラメル食べよう。本当。でも普通にこの前赤から食べたし、普通に一蘭も行っちゃったから、ここ2日前くらいはあんまり、ここ1週間くらいダイエットできてない。だって昨日も大麦ご飯食べて、大麦なんかちょっといいのかな、大麦、白米に大麦を足して食べた。うん、今日ご飯半分食べた。久しぶりに見たけどシュッとなってる。うん、もう足だけ褒めてくれれば十分よ、ありがとう。うん、ありがとう。みんな26日って何してる？昼くらい。だよねーってことだよねー。いや、開けといてほしいなっていう。多分わかんない。ね、みんな言ってるよね、練習。今日来たんだよね、私たち自身も。もっと早めに発表するべきだと思うんですけど、これは。うん、公式発表あるまで待っててください。ね、急だよね、そんな。え、みんなさ、くじ引いたの？くじだっけ？いつ撮ったっけ、の生写真。この辺だ。外資青チェックの。え、じゃあ昔の私と左だよね。これ昔の私とひだやで、
これが何年越しだろう、8年越しとか8、7年越しの私とヒダヤ、やばくない？成長、成長えぐない？さすがに。でか私がもう赤ちゃん、私赤ちゃん、ガキガキンチョ、ガキンチョミツアミちゃん。いやこの時の写真とかが意外とあんまないんだよね。あんのかな。そうだよ、そうメールの企画とかもちょっといろいろやらなきゃで、もうでもこのリハ期間が汗汗汗なのよ。この衣装初めて来たのいつだっけな、この辺じゃない？いや今はコンサートのことしか考えられないね本当に。いやエイゾってね、その髪負けなかったのよ昔。すごい見え、なんか見えにくいね。セルカボを使ってる時代、はずいわ、時代感じる。いや本当にもう懐かしい。載せようかな、でも近々そう。オオカミも全然見れてないんだよね。痛い。じゃあ10時までやろうかな。10時までやったら10時までやります。55分になったら湯船を入れに行きたいと思います。あとはもうキャラメル食べちゃいます、もう一個なんで。うん、鬼滅は見たよ2話。うん、狼見れるキャパもなくて。久しぶりにゆっくりしてるからね。うん、寝台列車乗ってみたい。
毎日5時間半とか6時間6時間寝てないな5時間5時半5時半5時5時間半睡眠愛媛行くときのったそうなのいいなライン電車ってどこに止まんの列車だった高い少ないんだお昼くらいにやればショールーム終わったらちょっとしんどくなりそうだからお昼くらいうんあでも日曜日だからちょうどいいね高いんだお昼くらいにしようかな締められたら一瞬で燃えて灰になってしまうよこのまま明日はドツオールのも一日一カフェだって私が消えたってそれでも構わないあなたにグッズかわいいコンサートのそういえばハニーカフェラテ飲むちょっとお風呂入れてくるすぐ戻ってくるから待っててねみんな帰ってきたよいしょもうご飯も食べたしお風呂入ってストレッチして寝るだけ何度にしてるの私ずっと42度で慣れちゃった真っ赤になんないよてかさ普通に寒いやっぱ一人暮らしマンションのお風呂って感じかゆっ
は38度くらい。髪の毛とかその顔系は38度とかしてる。湯船だけ42度だよーんだよーん。追い炊きない、ここの家。先にランキング読みます。13位アディウィージャヤさん、12位リュウトさん、11位サイトアットマークマヨネーズのケチャッピーズさん、10位ヤッスンさん、9位マボロシさん、8位梅子ブチアットマークナトリドンさん、7位ヒロノリさん、6位ロロさん、5位クロケンさん、4位ケイコアットマークウナトリドンアットマーク7レンジャーさん、3位マイケイさん、2位ユウキさん、1位萌えです。ありがとうございました。35度って普通に寒いよ。普通に寒い。私だって湯船に 3,40 分使ってるからさ、自然とねなっちゃうのその時間に。それもう寒い普通に。冷えてくるさ。ありがとう、ちょっと長めにしちゃったけど明日はお昼くらいにするので見てください。バイバーイ、おやすみなさい。午前中にするかも、11時とか起きれたら。